国際財船は記事、オランド副大統領が日本を公式訪問、日本の意図は軍事技術面での中国包囲だと軍事専門家は分析を掲載した。オランド副大統領がから日本を公式訪問している。安倍晋三首相と首脳会談を行うほか、日仏両国は安全保障、原子力技術開発などについて協議を行うことになる。フランス経済の低迷が続く中、経済協力はフランス側にとって重要なテーマとなる。一方で中国との関係強化を進めるフランスに日本は不安を抱いているという。先日フランス企業が中国にヘリコプター着艦装置売却を決めたことに対し、日本側は抗議している。日仏首脳会談でも軍事転用可能な民生品の輸出規制がテーマに上がるとみられている。軍事専門家のドゥーエンロン氏は、日本の狙いは軍事技術面での中国包囲にあると分析している。日本高官の外訪れはこれまで共同の価値観を築くためのものだったが、現在では中国への軍事技術売却を防止しようとする意図があるという。